て次年上だな付き合った人と。へえ、30歳上はちなみに今までで一番上ですか。真ん中あたりです、ね、2番目くらい。え、2番目。遠く遠く離れていても君のことがわかるように聞いてみようかな。あ、すいません、今のちょっと新宿でですね、街頭インタビューをしてまして。すいません、任天堂スイッチ出た。聞いてみようかな。すいません、あ、今ちょっと新宿でですね、街頭インタビューをしてて、なんで今ここにいるんですかっていう話を聞く、YouTube 動画を作っててですね。あ、あれね、セカストみたいな感じ。セカスト違うか、なるほど。YouTube でなんか似たようなものを見た気がする。街録チャンネルって名前でやってるんですけど。あ、それは知らないです。そうですね、まだチャンネル登録者数120人ぐらいしかいないので。今そうなんですね。そうですね。なんでここ見るか。あ、はい、聞いて、お話聞けますか。本当にね、仕事です。仕事で。何のお仕事ですか、お兄さん。お店で働いてるんで。あ、そのお店開ける作業の。あ、開店作業。ゲイバーですか。そうです。あ、で今それの準備をしようと思ってたんですけど。なるほど。お兄さんは今おいくつなんですか。26です、まだ。あ、お店歴はどれぐらいなんですか。働いてるべきです。はい。3年目くらいです。はあ。その前までもこういった、そういった、なんですか。普通に昼の仕事で警備員とかして働いてます。ああ、で、今は。今は、ここですね。デジャブさん。デジャブさんは、あ、バーですか。バーです。あ、なるほど。ちなみに、なんですか、お兄さんは、もう、そういうカミングアウトされてるんですか。あ、普通に、もうご家族も知ってて。どういうタイミングでそういうのっていうのはするんですか。もともと言ってたんですか。いや、たまたま好きな人できたから、うちの親に好きな人できたっつって誰ってなるじゃないですか。ほうほう。その人が男っつったらってびっくりされたくらいですけど。はあ。そんな感じで普通にしれっと言いました。で、それに関してびっくりしてたけど、今は別に特にって感じですか。全然、むしろ、あ、好きにしたなって。ある意味本人主義みたいな。へえ。今いるんですか、恋人、パートナーは。なんか今、止められたのはあれですか、なんかちょっと…遠距離ではいますけど。あ、どれぐらい離れてるんですか。山梨県なんですけど。ああ、まあまあまあ、じゃあナンパスで片道2時間で行けるから。なるほど。そこまで離れてないかなとは。そういう時は、お兄さんは行くんですか、それとも。そうですね、僕が基本向こうに会いに行くっていう。出会いは何ですか。出会いは…ですね、出会い系アプリみたいな、ゲイ用のアプリで知り合ったら、あ、で、会ってみたいですって言ったら会ってくれて、知り合って2日目にダメ元で付き合ってくださいって言ったらいいよって言われて、って。向こうは年上ですか、年下ですか。年上ですね。何歳ぐらい上の方なんですか。30上です。30上です。30歳上、うん、ってことはだから50代ですね。へえ。お兄さんやっぱ年上の方、年配好きなんですか。まあ、そうですね。今まで全員年上だな付き合った人。へえ。30歳上はちなみに今までで一番上ですか。真ん中あたりです。2番目くらい。2番目。一番離れてた人いくつなんですか。それは自分から告白したわけじゃないんですけど、まだその時男の人と付き合って分かんなかったから、まあ、おためちょっと気になってたから、まあ、付き合ってみるってことにしただけでたんですけど、60、今いくつだろう、4か5くらいじゃないですか。え、何で今65くらいだと思いますよ。じゃあ40個上ぐらいどうですか。そうですね。すごい、話合います。そういう全然合わないですよね。まあ、今付き合ってた方は、まあ、いろいろちょっと話は合うんで、結構長続きはしてる。あ、そこ前の方はやっぱり40個の年齢ギャップがあって、大体飲み行くぞって言われて、まあ、その人の家にとかあるんですけど、はい、でもスナックとかですね、スナック女
女装バーみたいなところに連れてっていただいた時になって他の男の人と僕が喋るとすごい嫉妬するし、なんなのめんどくさいって思って、はあ、だから迂闊に他の男の人と話せないっつって、普通に飲みの席だから仲良くしましょう的な感じで話してただけなんだけど、なんでこうなっちゃったはぁ、まあ、その日に1回喧嘩ですなるほどなるほどその日に1回喧嘩しましたよね。へ、結局じゃあどれぐらいその40公演の方とはお付き合いしたんですか。大体1ヶ月くらいだったと思う。ああ、どちらから別れを。いや、なんか勝手に自然消滅しました。喧嘩いいかなみたいな。一応優しい人だったんですけどね、喧嘩は多いけど。はあ、そんな感じで。今彼氏は何人目なんですか。じゃあ交際したということに関して言うと3人目。あ、3人目の人が一番長いです。あ、期間どんぐらいですか。ちょうど4年とか。あ、結構じゃ長くお付き合いされてますね。じゃあゲイバー始める前から。いや、もともと日曜日で働いてた時にその人と出会って、その試合で2日目の時に告白しておけもらって、そこからちまちま働いてはいたんですけど2丁目で、うん、でそしたら僕酔っ払ったらお財布とか落としちゃったりして、それで2回くらい喧嘩して結構喧嘩しますね。喧嘩します。それをちょっと飲みすぎて、飲みすぎてなくしちゃったら僕がいけないんであれなんですけど、今さすがに働いてるのを隠しているような感じです。働いてるのを隠してる、誰ですか。働いてるのを今まだ働いてると隠してる。あ、そう、彼氏さんに。もう飲みすぎないようにやってるつもりなんです。あ、そっか、お前はお酒がもう酒乱だからダメだみたいなことですか。酒乱言い過ぎ。酒乱じゃなくて、ただ単に酔っ払うと物をなくすから。あ、そういうことですか。飲みすぎてもダメって言われて落とさないから許してくださいっつって。なるほどなるほど。大体あのベロベロの状態で会いに行くと、大体私が向こうでグロッキーになって外出かけないっつって、基本宿取ってないんで向こうで宿取ってもらって、はいはいはい、あの大体その部屋の中でゴローンってしてますもん。なるほど。ホテルのベッド気持ちいいっつってどっか行こうっつっても、なんか大体体調が良くなったらまあ行きますけど、体調良くなるまでは基本死んでます。なるほどね。すごい。いや、すみません、何時から開店ですか。7時からなんで、もうすぐ準備始めたんですか。そうそう、分かりました。あ、ちょっと最後に1個だけ聞いていいですか。はい、ちなみにあのこの仮名でもいいんですけど、何さんですか。 D さんでお願いします。 D さんですか。 D さんはちなみに最終的にはこの2丁目とかでどうなりたいとかあるんですか。 D さんの夢というか目標。2丁目でなりたいっていうのは特に何もないですね、うん、歴史とか僕好きなんで、あのいろいろな国を巡りたいという、うん、野望が夢がありました。あ、いいっすね。それパートナーの方だったですか。そこに関しては私一人でもいいかなと思って。うん、分かりました。 ありがとうございます、はい、すいません。せっかくなんですけどチャンネル登録していきましょう。はい、街に録音の録、これですね、はい。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ちょっと一生懸命作るんで、あのよく見てください。お願いします。ありがとうございます。みんなチャンネル登録してくれるもんだな。ありがてえな。ちょっとだけお話聞いてもいいですか。それダメ。今インタビューしてて、これって何の列ですか。もともと児童養護施設で育ってまして、イベントがある予定だったんですけど中止になっちゃって。盗みっていう盗みってね、薬やったりとか万引きやったりとか。バツイチで結婚したんですけど、嫁と家庭内別居みたいなんで。これはあの米と豆柴のミックス。名前はドン・キホーテのドン。あ、ドン・キホーテのドンさん。